まあ、公式戦6試合今得点が続いているというのが広島。ただルヴァンカップは名古屋相手に1対2の、まあ、藤井が言っていたのは広島での最後は自分の特徴が変われなかった部分があって、まあ、変われずに、さあここは樋口が持っていく、おーっと、おーっと、ゴールの方へ、クリアボールが地面に当たってゴールの方へ行きましたけども、難しいボールになりますよね。ここは土井が触ったボール、ああこのボールが東の元に行きました。そしてベッカリパーから中、東シュート、うわー、右、惜しいシーンでした。フリーキック樋口から鈴木まで蹴ってきた、考えればやっぱり強烈ですよね。今ちょうど2枚重なったような形になりましたけども、当たったのは知念ですね、はい、佐野海舟いて、鈴木優馬いて、知念いて、その後ろに角田いて、で上田いて、庄司ですから、はい、そして左から上がってきた安西を使う、安西カットインをしていく、そしてシュートだ、ここコーナーキック、松村ね、預けてもう一回た、さあこれは佐々木翔倒れだ、PK だ、松村のファウルでしたか。しっかりとコースに決めていきましたドグラス・ゲイラ、同点に追いついたサンフレッチェ広島です。佐々木翔がゲットした PK をドグラス・ゲイラしっかりと決めました。シュートだ、あっという間、あっという間に逆転、この終盤のサーフレッチェ広島の逆転劇、先ほどは PK、 今度は流れの中からいずれもドグラス・ビエラ、ここですよね、ミスターが言ったんですけど、すぐに縦パス入れて、もう一回縦パスが入る、はい、で前が動き直しをしてしっかりと呼び込んでるんですよね。トラップからシュートまでがまたビエラが見事でしたよね。しっかりとコースを狙ってグランダーで、まあ、早川からすると左に持ち出されているので体重も少し左に寄りますし、もちろん、はい、常本、うん、ここで長い笛が吹かれました。逆転勝ちサンフレッチェ広島。